顔色しぬ。これあれよ、あれです、ナンバトルのグッズ、ウィンクの。え、グッズ、え、ナンバトルの T シャツとパーカーがあって発売されてるよな。後ろにあるんかな、なんか見えはどこに何かあるんかな、全然知らん、全く見ずに来た。あ、売ってるんか。この前の公演の日は、7日の公演の日はみんなでウィンクの T シャツ着てやった。なんかさ、その前日にリハしとって、その前日にもらって、その T シャツを、 T シャツとこのパーカーを、でそのまま扱えるやんと思って、リハでミカナが T シャツ着とって、そのウィンクのね着とったら、なんか明日みんなで着るのにみたいな言われて、いや、ミカの聞いてないしって感じ。ミカの聞いてなくて、ミカの以外の人が聞いてたらしくて、みんなでなんかその公演の日に着るみたいな言ってたらしくて、ミカのおらんとこでハブられてて言ってたらしくて、そうだから今日帰って洗いますっつって。そう、はぶられてね、みんなで明日着るって約束してたらしいけど、言えやって言って、着ちゃったやん、言えよって言って、そう、でちゃんと洗って着ていったけど、ヒヤヒヤするやんな、ちゃんと乾くか言ってほしいわ。自分で一番似合う色は何色だと思う？似合うのは黒って言ってるからって、別に黒が好きなわけじゃないからね。てかさ、そのこ、あの公演のさ、7日のウッホの、ウッホウッホホのレナタンのゴリラがマジ可愛かった。 DMM で見てさ、もう可愛くて、可愛くてね、叫んだもん見て、夜、夜中、あれさ、0時過ぎんと見れんやんか、アーカイブで、0時過ぎて夜中に見て、かわいいっつって、もう可愛かった。見た、みんなレナタンゴリラ、レナタンのゴリラ誰が考えたの？レナタンがやりたいって言った、自分で。本当に可愛い。
もうあんなんね、あんな可愛いゴリラタン見せられちゃったらもうたまんないよ。ラストゴリラは誰ですかね。ラスゴリ、アンチュさんのゴリラもマジ好きやった、好きやな。見た、アンチュさんのゴリラ最後セーフって言ってて可愛いめっちゃ可愛かった。可愛かった。ウホマジ楽しい。ね、これ可愛かった。ウホ見てる方も楽しい、嬉しい。やっぱでもね、楽しいよね、あれって見とっても。ラス曲ウホは熱すぎてやばい、もう本当に好きまさかシンガポールも楽しそう。楽しいね、てか全部楽しい。あれちゃんと振り付けあるの。何が、どこの部分、つらやで踊りたくなってしまう。みんなで踊ろうや、みんなでウフウフしよう。ミカニャのラップめちゃくちゃ良かったそう、この前の公演でラップ対決みたいなして、みんなしっかりリズム ビート刻んでて、イン踏んでてとか言ったら、あのね、ガチのラッパーさんとラッパー、ラップ好きの人に怒られそうやけど、思ったよりみんなちゃんとやってておもろかった。あのちひさんの何やっけ、まあまあべっぴーみたいな、天下一品みたいな言って、何やっけあれ好きやった。なんて言ってたっけ、藤玉由美さんですか。藤玉由美ではないね、そして藤玉由美な日比さんの良かったよね、まあまあべっぴーみたいな、なんやっけそんな感じの。レイニー弾いて、レイニーは今練習中やから待ってな。そのさ、レイニーのさ、あの昨日公開された実況動画見てくれた人にしか分からんやつやけど、そのレイニーミカノも今日から弾こうって言って、マジで二人ともリアクションしてなさすぎていじめかと思ったミカのいじめられてんのかと思ったあんな綺麗に無視されることあんまない。若菜って基本何言ってもなんかうまく拾ってくれるっていうか、優しいっていうか、あのバカみたいなこと言っても頑張って突っ込んでくれんのに、その若菜でさえ
無視してきたから、あのいじめかと思った若菜にスルーされるってあんまないからね。基本拾ってくれるからさ、どうにかして、基本どうにかしてくれる人やのに、びっくりしたわ、いじめかと思った。ほんまにほんまの絵やったわ、えってあれ夜に見たらまあまあ怖くて見られへんねえ。なんかちょっとあのあれ怖かったよね、ミカ、あのミカがピアノ弾いとったシーン。ウィンクに2票投票してありがとう、みんな投票してくれましたか、ちゃんとウィンクにぜひ。あと今はあのツイッターでちひさんのあのグラビアなんちゃらみたいなやつでちひさんのあのミカナがリツイートしたちひさんのやつのあのフラッシュさんの なんて言えばいいの、あれあれをいいねとリツイート数で競ってるっぽくて、だからみんなもいいねとリツイートしてください、あのちひさんのグラビアのやつ、ミカナがリツイートしてるやつお願いします。お願いします。あのアカウント複数ある方は全アカウントでしてくださいインタビューの記事も何度も読んでくださいね。なんでえインタビューの記事読むとなんかあんのお願いします。アクセス数も関係してんの？じゃあいっぱい記事読もうね。お、アカウント8個持ちです、任せてください。だってそれすごいね、それは88リツイートお願いします。ツイッターアカウント増やして50くらいです、マジやば、マジマジ50すぐ、そんなまずアカウント持てるんやツイッターって、やば、お願いね。なんかさ、うちらのチームにさ、ウィンクにさ、別に推しメンおるわけじゃないけどでも投票しちゃったみたいな人がいっぱいおったらいいのになってめっちゃ思う。公演とかみとかさ、あの今日もしたけど普段更新しツイッターで更新しとる動画とか見てさ、応援したいなって思う、てくれる人がいっぱいおったらいいなってめっちゃ思う。推しメンがおるところに投票するのはまあそりゃね、それもいいと思うし、っていうかミカナはミカナがおるからってみんなが無条件にしてくれたらそりゃまあめっ嬉しいしいいと思うけど、でも
そう、推しメンいねえのにしちゃったぜみたいな人がいっぱいあったらいい、嬉しいよね。くそ、誰も特に好きじゃねえのに入れちゃったぜみたいな。人がいっぱいおったらいいなってめっちゃ思ってる。こんなつもりじゃなかったみたいな、そんなこのチームに入れるつもりじゃなかったのに、公演とか見てたら入れちゃったぜクソみたいな人がいっぱいおったら嬉しい。本来そうあるべきと思う。まあね、まあね、まあ本来そうあるべきっていうか、公演とか日々のやってることとか見て買ってほしいと思うとこに入れるのが入れるべきなんかもしれんけど、でも自分の推し面にそういうね、買ってミュージックビデオ撮ってもらいたいって思うのもそれも一つやからね。どっちどうするかっていうのは人それぞれやけどね。ありがとうね、本当にみんな投票してくれたみんな。なんか公演のアンコールがさ、歯からの不毛からのウホでさ、もうえぐいやん。はじめさ、マジさ死にたいんって思ったのごめん口悪い。あのなんか自爆行為というかって思ったんよね。でもやったら本当にめっちゃその瀬取りにしてよかったなって今めっちゃ思った。アンチュが前日にアンコール変えようって言ってたもんね。そうそう、もうギリギリまであのゲネを割っても言ってたからね。え、今から変えるって言ってそのくらいハードっていうことです。あの体力がね持つか心配で不安すぎて、だから初めその瀬取りが決まった時マジで言ってんのって思って、ほんまにやんのって思って、だけどめっちゃしんどいけど、でも達成感とかそのめっちゃあるし、大変な分できた時の喜びとかがすごい。誰が決めた？まあみんなで決めたけど、うん、あざの成長記録お願いします。あざはねもう今緑になってきたね、緑になってきてます。はい真っ赤やったのが次の日くらいには青緑になってきて、今緑です。緑だったらもう治るかな。そう、青タン。黄色になったら治る。
じゃあもうすぐかな。でもなんか周りが青くて中が赤いって感じ。大きな、あでもここにもあんな、大きな12345555、このぐらいの大きさのあざが5個ぐらいあって、こんなでかくはない、このぐらいかのが5個ぐらいあって、その周りが緑いくて中が赤い。なんでこんなあざの話詳しくしてんの。はず。そろそろ切ろうかな。なんであざの説明してんの。あざって冷やした方がいい。あ、そうなん。そう、だからもうちょいで治るので大丈夫です。あの期間限定のタトゥーなんで。はい、服赤、これ赤じゃなくてオレンジ。え、これさ、やっぱ赤に見えるよね、画面通したら。てか、え、マジやばくない？ミカのオレンジ着たらほんまに顔色死ぬんやけど。顔色めっちゃ悪いよね。死ぬとか言っちゃダメやな、ごめんなさい。ミカにはブルベやんな。そう、ミカにはブルベだから。撮影の時カメラマンさんに「めっちゃブルベだね」って、あの茶色の背景の前で撮った時に。びっくりされたことある。小島を満足させる本買った。マジ？見てくれました？みんなも。ミカのココナさんとの撮影やったけど、ココナさんのソロのカットがめっちゃ可愛かった。てかケイトちゃんのね、あの見た人には分かると思うけど、このあれがいいね、最高。これもうちょっと年取ったら、17歳とかになったらセーラー服と機関銃歌ってほしい、ケイトちゃんに。ココナさんとのエピソードある。エピソードっていうエピソードはないけどね、意外と喋る。てかめっちゃ喋りやすい、ほんまに喋りやすい。てか最近本当にチーム一緒じゃないと会ってないから、本当に合ってない、チーム一緒じゃない人は。もまめでも言ってた、そうそうそう、めっちゃ話しやすい。でも7日に、一昨日かすみれには会えた。あのあれで来てたから、漫才のやつで、でミカの公演やったから。すみれいつもさ、会ったらさ、ミカのふくらはぎをさスリスリしてくんの、こうやってすごいさ、ずっと喋りながらずっとスリスリしてきてさ、その日の夜にさ、あの普通に連絡取ってて、
ミカナの足好きすぎ、何やっけ、ふくらはぎ好きすぎて持って帰ろうか悩んだみたいな言ってたけど、意味わからんよな。公演前やってさ、それ足すりすりされてたんが、だからさ持って帰られてたら公演できんかったわって言ったけど、それ以前の問題公演できんとかできるとかじゃなくて、それ以前の問題、それより先に突っ込むとかあるやろって公演がどうとかじゃなくて、もうミカナ呼び定着した。ミカナかミカニャンかミカニャンちゃんかニャンミカかニャンちゃんかいろいろ呼んでくる、いろいろ呼んでくるね。でも基本ミカナかミカニャンちゃんとかいろいろ。ニャンちゃんおはようございますって言ってくるあ、にゃんみかさんやーって言ってくる タメ語じゃないの、タメ語、え、ゴリゴリのタメ語よ。スミレはあのひなちょもやけどゴリゴリのタメ語やけど、あの3人のなんていうの、3人のグループトークみたいなやつは8割敬語で喋ってる モッサンはトキさんくらいかな今んとこ、今んとこトキさんくらいかな、モッサン呼びは。そう敬語なんやね、あの直接話す時も結構敬語ふざけてね、ノリで。そうグループトークではお疲れ様です、ナンバさん今何してますかとかそういう感じ。水色の衣装超絶似合ってる、嬉しい。インスタ見てね、投稿したから、これとコメントをしてください、お願いします。ナナホと話すよ、チーム一緒やし。巻き下ろしっていうのが可愛かった。そうあれ髪型めっちゃ悩んだけど巻き下ろしにした、無難に CM なら楽しみ、そう明日です、 CM なら。みんな予約してくれてるよね、もうね、特装版の方はね楽しみ、嬉しいな表紙、
特装版やけど、特装版であれ嬉しいね。表紙は撮影しとる時にさ、あのサンプルかなんかで出とった、あの髪の毛耳にかけてる写真わかります？なんか3枚くらい写真出てたやんか、サンプルみたいなやつで、あれの髪の毛耳にかけてるやつが撮れた時に、そのスタッフさん、カメラマンさんとかスタッフさんが、うわーこれは表紙で決まりやみたいな言ってたけど、そうお願いしますって言っといたけど、結局あのその特装版の方の表紙はその写真ではなかった、ないっていうね。え、違うよね。あれどうやっけ、特装版届くのもうちょっと先。あ、そうなんや。あ、何日なんやろ。あれ表紙の写真なんやっけ、まだ公開されてないっけ、ちょっと分からんけど15か。じゃあ15までお預けですね。あと6日。特典のでかい生写真がその方。あ、そうなんや、そういうことか。バレンタイン号だね。じゃあミカナからのバレンタインプレゼントやと思って待っといてください、まあ、プレゼントとか言ってね、みんなが買ってるんですけどね、お金払ってね、それをプレゼントと呼ぶのは違いますね。はいありがとうございます。ミカにはどんなチョコが一番好きですか？ミカのはホワイトチョコが好き。ホワイトチョコ以外を自ら買って食べることはない。ホワイトチョコしか自分で買って食べるレベルではない。でもなんかさ、よくあるやん、期間限定とかでホワイトチョコ味っていうか、ホワイトチョコのやつ、そういうのに弱くてすぐ買っちゃう。ビターとかブラックチョコも食べて、苦い じゃあスタバのホワイトチョコと抹茶ないと好き。いや、抹茶が嫌いやから、嫌いっていうかあんまりそんなめっちゃ好きじゃないかな、苦いから。なぜかというと、ミカのはリンドールのホワイトチョコがもう世界で一番好き。美味しいよね。好き嫌い激しすぎ。いや、ミカナね、何でも好きよあんま嫌いなもんないけど、その食べる必要があるかって考えた時に食べんなっていうだけであって、嫌いとかはあんまない。
まずとかあんまないけど。ブロッコリーも、ブロッコリーは大好き、大好物。食べる必要性を感じちゃうのよ。目いた。あえて選ぼうと思わないで。そうそうそう。みかん、さっきなんて言った？なんか日本語間違えた気がする。頭回ってない、ごめん。そう、なみちゃんのさ、あの卒業公演の日程が決まって、えーってなった。待ってよーってなった。決めないでって。2月のに20何ぼやっけな、決まっててさ、もうやん。なみちゃん、ドラさん減ってくの寂しすぎるね。え、ドラさんさ、何人になるの？何人になるんやろ。123123456788。え、8人？え、誰忘れてる？ミカな、誰か忘れてんな。 11もおる。誰忘れてるんやろ。え、123456789。待って、8人。あ、9人。え、待って9。え、待って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 、誰か忘れてるよ。え、待って、誰忘れてるやろかな。待って、どう考えても9人なんやけど。え、9人ですよね。あ、ナミちゃん入れて10人ですよね。え、ナミちゃん入れて10人ですよね。え、ナミちゃん入れて11か。ナミちゃん入れて11ね。11ですよね。オッケーオッケーオッケー。ナミちゃんやって11。オッケーオッケー。そうね。ふう。ごめん。ごめん。じゃあ10人になるんか。15人おったのにな。うん、寂しいね。
ともうすぐ終わります。ね、今日も冷蔵庫くん元気やねって、冷蔵庫くん静かなんですけど、怖いこと言わんといて何言ってるん、何が聞こえてんの、みんなに怖いこと言わんといて。まあ全然怖くないけど、そんなこと言われても。漫画やアニメで好きなキャラいますか。一番好きなのはラブコンの大谷今日は静かですよね。あなたの近くにいるんですよ。こっちじゃないですよ。レイに聞こえる、マジ。ミカナ練習してるから、今ここで下で今レイの練習してるから。冷蔵庫から酒井さん、それはね、あの永久に保存させてもらいたい。もう酒井さんの虜やから、ミカナ酒井さん大好き。冷蔵庫から荒俣、荒俣はちょっとね、喋り方があれやから。でも荒俣さんって実在されてるんやな。だからさ、変にさ、あのいじっちゃってさ、申し訳なくなった。実在するっていうのあって知って、そう、なんかバカみたいな喋り方であらまたやっちゃったし、ちょっといじっちゃったから、なんかすみませんってなった。そう、若菜と喋ってね、この前一昨日くらい、荒俣さんって実在するんやってって言われて、調べて、そう、申し訳なくて、すいません荒俣さん、もう。あのオカルトの方って言ったら、あの関明夫さんくらいしかさ知らんからさ、 あの本当は荒俣のさ喋り方をさ関明夫さん風にしようかと思っててさ、そしたらなんかね、せんくてよかったって思ったわ。実在する方なんやったら。ちょっと失礼に値する。信じるか信じないかは あなた次第。また別？でもそれは安寿ってどんな子？安寿ちゃんは、ミカナはまだあのマジでさ、あのトワイライトシンドロームの時しかかかってないから、ミカの中でアンジュちゃんはミカなのよ。だからミカの中でのアンジュちゃんはミカやから、あのめっちゃ生意気なオカルトオタクなギャルとして接するもう今後一生もうミカって呼ぼうかな、アンジュちゃんのこと。ミカの中でアンジュちゃんはミカやから、岸井ミカやから、生意気オカルトオタクギャルやから、そう、くねくねギャル、トイレ我慢ギャルやから、そういうあれで。ミカの録音するとき好き。あれすごいよね、なんか音声さんかと思うわ。なんであんな本格的なあれリュックの中入れてんの。
ワルカンマン。藤玉由美も実在するかも。それはないやろ、それはあれじゃない、不謹慎すぎん、実在したら。まあ藤田真由美さんっていう方はまあおると思うけど、あのモデルはおらんやろ、さすがに不謹慎すぎる。とか言っておった時が一番最低だけどな。藤田真由美、それもまたちゃうんだよな。ムーンライトシンドローム、アキシーが主人公。ムーンライトシンドロームなんかあんの？月の光シンドローム。北村とはどうなったやろ。それはね、秘密。それはね、ゆかりのちょっと、はい、ゆかりと北村だけの秘密。秘密中です。ミカにはシューティングゲームやってほしい。何シューティングゲームって何？何シュート？何シューティングゲーム？インサイドのシリーズ他のもやってほしい。他のもあんの？インサイドって銃で撃つやつ？何具体的に？FPS 荒野コード。多分ね、その辺あれミカな無理。多分超苦手。でも苦手とか言わんといろんなやつやりたいな。どういうのが見たいんですか、みんなは。ちなみに間違い探しはびっくりするほど再生回数ないですけど。結構見てんのよ、みんなどれが好きなんかなと思って。今まで4つやってるけど、トワイライトシンドロームと間違い探しとガチョウとインサイドやってるけど、どれが好きなんやろって見てるけど、間違い探しは興味なさそうね、みんな。一回初見のふりしようとしたやつ、自分で後からその動画見てバカ笑ったんやけど。今のが一番もろい。ほんまにあれゲームっていうか、ただ演技してるだけやんって言ったらあれやけど、ゲームですけど。ガチョウめっちゃ好き、マジ。桃鉄、桃鉄みたい。いや桃鉄ってただやっててもあんま実況向けじゃなさそうじゃない。ちょいとやったことあるけど、なんかどう実況したらいいのかむずそう。いや、いろいろ話してね、若菜とスタッフさんと一緒に何がいいんやろうみたいな、いろいろ編んでたけど、ギャルゲーやってみるみたいなのもあったよ。ギャルゲーやってみますみたいなのも出たけど、
桃鉄ほど実況向けのゲームない。そうなん、ちょあんま詳しくないわ。ゲームよりメンバーがわちゃわちゃしてるのは楽しい。まあね、でもね、ここでみんなに何が見たいって聞いてもそれを出したとこをね伸びるとは限らんしね。その今見てくれてるみんなはゲームよりワイプでかくしてっていうタイプでしょ。いうタイプでしょって言ったらあれやけど、そのミカナとワカナがやってるから見てくれてるのであって、もちろんみんなをみんなに見てほしいのもあるけどっていうね。いかにゲームをその実況ミカナだから、ミカナとワカナだから見るじゃなくて、その実況をとして見てくれるかっていう、そこをね使わないと。まあそれは自分次第なんですけどね、頑張れって話なんですよね。ということでちょっと終わりますね。みんなギフトいっぱいありがとう。見てるよ全部ありがとう。13位ポムポムシリリさん、12位末広さん、11位ゆうすけさん、10位しかしまかぜさん、9位ロングソードさん、8位ケイトしか愛せぬなんちゃらさん、7位カミュさん、6位エレンちゃん、5位リリちゃん、4位金魚さん、3位山ちゃんさん、2位ひさとさん、1位ゴンちゃんさん、ありがとうみんな。金もって何が？ありがとう。いや多分ね、何のゲームやってほしいとかね、そういうやつをね YNN さんのねツイッターのリプとかに送ってあげたら多分喜ぶから。もし何かあったら送ってみてください、多分喜ぶ。喜ぶってめっちゃ上から目線やけど。みんなのコメント次第で次回あのいいサイド終わった時にやる気出たら次回作ありますっていう人らやで。はい、オレンジ似合わな。これさ、グッズのパーカーっていうのがどう頑張ってもアピールできない。後ろか、あ後ろになんかありそう、なんかある。けど見せれない、無理か、映らんな。買ってね、ウィンクの T シャツも買ってね、ウィンクの T シャツとこれセットで買ってね。オレンジ嫌いな人も買ってね、お揃い、はい、胸元何もないと思う。あったあった。何も見てない、やめかな。ウィンク、はい、
オレンジですよこれ。そんな赤に見えますか？ミカナがこの画面通してみたらしっかりオレンジなんですけど、それはミカナが画面を広くしてるかな、あのナイトモードみたいなやつにしてるかな、朱色に見える、まあ、それはそうしっかりオレンジだけどな。まあ買って届いてから見たらオレンジです。オレンジですよ。化粧着ていこうかな。お、着て着て。け、あ、そっか。え、もうあれ出たんですか。あの当たった当落出たんですか。決勝のやつ。3月2日やっけ。来る人います。お、当たったって。マジ？外れた。来る人みんなさ、オレンジで統一させよう。嫌かな。まあでも自分の可愛い服着たい人もおるよね。これも可愛いけどな。一瞬でわかるやん、オレンジ着てくれてたら。ウィンクをしやって。めっちゃいいやんそれ。ということで終わります。バイバーイ。ありがとう。またね。